とっさんの館へようこそ。今回はもうキャンプインまで1ヶ月を切っていますが、23年ドラフトドラゴンズ指名選手の特徴だったり理想像などを喋っていこうかなと思います。でまずドラフト1位草加投手、亜細亜大からですね。で見た時にまずフォームにばらつきはありますが、コントロールはまとまっている。そして中日の柳投手のようにタイミングを変えながら投げるのが特徴ですね。でも少しストレートと変化球で腕の振りが変わるところがちょっと自分的には気になります。でツーシームの時に体が少し横振りになっているように見えるの でそこの改善がどういくかがどう結果につながるかっていうところですかね。まあ、まず体を作りフォームの再現性が高まれば、まだストレートはもっと速くなりそうな気がします。大学の成績から見ていくと、特徴はやはり四死球の少なさと戦国投手で 1.24 という通算防御率がやっぱり素晴らしいですね。やはりタイミングを変えながら投げるのが特徴なので、バッターもタイミングを取るのが非常に難しいと思いますし、そこがその防御率につながっているのではないかと思いますね。そして個人的な理想像は、先ほど名前ありました柳投手と、あと亜細亜大の先輩のソフトバンク東浜投手、この2人が理想像になるのではないかと思います。そしてドラフト2位津田選手、三菱重工イーストからの入団になります。立浪監督が求めていた体の強い内野手、そして即戦力というよりは素材型なのかなというイメージがありますね。でまず 1,2 年は2軍で育てていけば化けそうな匂いはします。そしてバットをしならせるようなスイングで広角にも打てます。で映像で少し見たんですけど、送球の方が少し不安定な印象がありますね。社会人では高卒2年目でレギュラー獲得し、かなりの好成績を残しています。3年目に成績がかなり落ちたので、まあ、おそらくデータが揃って分析されたのではないかと思います。でここには書いてないんですけど、三振数が2年目が9個だったのが3年目が20個とほぼ倍増なので、ここは少し気になります。個人的理想像はライオンズの外崎選手と、しならせるスイングが特徴ということで、バッティングレベルが菊池選手まで行ってもらえるとかなりチームは助かるんではないかと思います。次はドラフト3位辻元選手、仙台大からですね。でまず小柄ながらパンチ力があり、アグレッシブな守備 でこの辻元選手は1年目から1軍で使えそうな気がします。ただバッティングで浮いた変化球に伸び上がるようなバッティングをするので、そこが気になりますね。まあ、あとまあプロなのでなかなかそういうことはないと思うんですけど、アグレッシブすぎてショート後方のフライなので外野手と拘束しないかが少し心配ですね。であとはまあキャラクター的にもすごい笑顔が特徴な選手なので、ファンに愛されイケメンランキングにも入りそうな選手だと思いますね。まあ、イメージは強打の元阪神上本選手で、個人的理想像はオリックスなので監督を務めていた大石大二郎選手ですね。で次はドラフト4位福田投手、履正社高校からですね。で、まあ、今回のドラフトでは個人的に一番期待したピッチャーです。で大野投手や今永投手クラスに大きく育ててほしいと思います。まあ、ピッチングフォームでいうと、力むと体が開いて頭が突っ込み、ボールが抜けがちになるので、不調や疲労が溜まって思うように投げれなくなった時に肩が痛くならないように気を捨てたいですね。で、まあ、すでに体が大きいので一軍デビューまで時間はかからないと思うんですけど、まあ、去年の森山投手のこともあるので、そしてまあ一軍の投手陣しっかり枚数はいると思うので、焦らずじっくり育てていってほしいなと思います。で個人的理想像は先ほどありました大野投手、今永投手ですね。
そしてドラフト5位ハブ投手、独立の茨城の方からの入団になります。正直初めて見た時に鈴木博士投手に少し投げ方が似ているなと思った投手です。ストレートが最大の武器なんですけど、変化球はかなり腕の振りが緩むところと、フィールディングが少し不安なのかなという点がありました。決め球があれば一軍の強力投手陣の中に割り込みそうな投手です。力むと引っ掛けることが多いが、タイミングがあった時のストレートはかなり力があるように見えますね。で、まあ、個人的理想像は、元 DeNA と元巨人の山口俊投手だと思ってます。で、そしてドラフト6位加藤投手、地元の東邦ガスからの入団になります。まあ、完全に隠し玉指名だと思ってますね。もうどうなるか想像がつかない投手です。フォーム、体重移動がかなり利己したいので、コントロールはかなりばらつくんですけど、ストレートの威力はかなりあります。一芸に特化した指名だと思うので、長い目で見てほしいなと思います。個人的理想像は、マリーンズの沢村投手ですかね。社会人野球をよく、速報なので見るんですけど、この加藤投手の情報がほとんどなかったので、指名に正直びっくりしています。そして次は育成ドラフト1位指名の日渡り選手、またまた独立の茨城からの入団になりますね。まあ、高卒1年目でプロ入りをつかみ取った選手です。まあ、逆方向にもホームランが打てますし、強肩強打のキャッチャーです。少し速い球に刺されがちなので、まずプロのボールに慣れることからスタートなのかなと思います。そして1試合3つ盗塁阻止もありなんですけど、まだまだ伸びしろがありそうで楽しみです。個人的理想像は、オリックスの森友哉選手ですね。育成ドラフト2位菊田投手、地元共栄高校から独立リーグ愛媛からの入団になります。もうこの菊田投手、初めてピッチングの動画を見た時に、投球スタイルが木下雄介投手のようなストレートとフォークのコンビネーションで抑えていくリリーバーです。ちょっとなんとなくフォームも似ている気がしますね。で、まあ、一軍のリリーフ陣の投手事情によっては支配下登録を争うピッチャーになるのかなと思います。ストレートにもう少し力強さが出てくると、去年の松山投手のように飛躍しそうな投手だと思います。もう個人的理想像は元、まあ、横浜ですね、大魔神佐々木投手です。次は育成ドラフト3位小田選手、独立リーグ栃木からの入団です。相手が警戒している中でも盗塁を決めれるスピードスター。バッティングに力強さが出てくれば支配下に近づくと思うんですけど、走塁はすぐにでも通用しそうな選手です。まあ、理想像は、ドラゴンズ大島選手や、阪神の近本選手かなと思います。そして最後は育成ドラフト4位川上選手、独立リーグ大分からの入団になります。今のドラゴンズに必要な勝負強い選手で、23年シーズンは78試合で54打点で打点王に輝いています。気になるのは78試合でエラーが23個の守備面と、バッティングで膝の使い方が硬いので、変化球の対応に苦労するんではないかと思います。個人的理想像は、楽天の浅村選手です。はい、ということで、23年のドラフトはこのような指名になりました。で、まあ、正直言うと、まあ、多分ファンの方も思っていると思うんですけど、僕の理想のドラフトは1位竹内投手、2位上田投手の指名をした西武のドラフトが、僕の中ではかなり理想なドラフトだったなと思いますね、ドラゴンズの。けど、まあ、指名し入団するからにはしっかり応援していきたいと思います。今回のドラフトで言うと、前年の松山投手のような一芸に特化した選手を指名した印象ですね。特に下位から育成ドラフトはそのような一芸に特化した選手を指名しているような印象です。支配下のドラフトだと辻本選手と福田選手に僕は期待をしています。
して育成ドラフトの方では個人的に支配下に近いのは菊田選手と小田選手かなと思ってますので、一日でも早く支配下登録になってくれるよう応援したいですね。はい、ということで今回は23年ドラフト、ドラゴンズの指名選手の特徴だったり理想像を喋っていきました。もうすぐキャンプインですけども、今更かよって思う人もいると思うんですけど、僕が一番思ってます。はい、はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイ。 Thank you。